皆さんどうもおはこんばんにちは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことで本日何をやっていくかと言いますと、今週のアップデートで新しく追加された新 SWCC の2000種の紹介と、ゴールドトロフィーで手に入るめちゃめちゃ優秀なアルゼンチン染めで使えるセンターバックジェリー選手の性能解説をやっていきたいと思います。おすすめのね育成まで合わせてお伝えしていけたらと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで早速やっていきましょう。さあまずですね、いつも通りちょっと細かいところからいくんですが、今回ですね新しくプラチナトロフィーにラインナップとして追加されたのがこちらですね。ノルウェーのディフェンシブミッドフィルダーグルタ選手になってます。まあ、そもそもノルウェーって時点で結構希少なんですけど、プレースタイルハードワーカー、ダイナモですね。メインスキルでストラグルタックル持ってます。基本的にこの選手使うのであればスキル継承用でね使うことになるかなとは思いますが、まあまあかな、そこまでなんか優秀なスキルではないかなは正直思います。悪くはないんですけどね、わざわざなんていうのかな、プラチナトロフィー使ってまで硬化するほどではないんじゃないかなっていうところが正直な感想です。とはいえね、そもそもノルウェーの選手で使っていくっていうところで考えると悪くはない選手ですから、限界突破公開するっていうのは現実的ではないですけどね、本当に余裕がある方のみ、ご検討いただければいいんじゃないかなというところです。で、やっぱり今回のメインといったらアルゼンチンセンターフォワードジェリー選手ですよね。早速アルゼンチン染めで使える結構優秀なセンターバックなので、楽しみに性能を見ていきましょう。まずですね、総合値14,322ということで、まあまあ高めです。プレイスタイルはハードマーカーですね。このハードマーカーっていうプレイスタイルに関しては正直可もなく不可もなくかな。別にアルゼンチン染めってハードマーカー必須でもないしね。能力のとこ見ていくと、マークが SS、 パスカットが SA で、タックルが SB と、基本的に守備能力全般比較的ちゃんと設定されてます。高めだったパワー A とメンタル B があるよといったような感じですね。で、実際の性能で見ていくと、タックルが4800です。ちょっと低めかな、5000欲しかったかな。とはいえまあ4800ならギリギリ9大点だと思います。でパスカットが5300でマークが6000です。マークめっちゃ高いね。であとはパワーが3200あってメンタルが2300って感じかな。もともとパスも1563と最低限ビルドアップはできる性能で登場してるのかなというのが正直な感想です。個人的には守備できないわけではないですし、正直無料の選手でこれだけ守備ができるのであれば何の問題もないというか、なんならかなりおすすめできる選手の一人にはなってるかなというところです。特徴はクリーンファイターですね。ファールしにくくなりディフェンス能力がチュアップ、これはだいぶ嬉しい。あと大舞台に強い、本当にねよく来る特徴ですが、これは正直微妙かな。あとマークマスター持ってます。メインスキルはプレディクトマークで、一定時間マークとパスカットを特大アップのスキルですね。これはね正直そんなに強いスキルではないかなは思います。プレディクトはねまあだよね。であとは一応 A ランクのテクニカルパスカットありますよというところです。で、ちょっとジェリー選手の育成の前に他の SWCC 選手との比較をしていくんですが、やっぱりね今回どうしても比較対象のメインになってくるのがバレンリー選手だと思ってます。同じくポゼッションでアイルランドのアーセナルの選手ですね。で、基本的にアルゼンチン染めで使うのであれば、ジェリー選手でも問題ないかなと思いますが、その以外で考えた時にどっちの方が性能いいんだっけっていうところをちょっと簡単に見ていきましょう。まずですね、能力面でいくとバレンリー選手タックル5900、マーク6000あります。なんでマークはほぼトントン、タックルはバレンリー選手の方が圧倒的に高いね。1000ぐらい高い。
その代わりパスカットが3200しかないので、まあ、パスカットの値でいくとジェリー選手が圧倒的に高いというところになります。であとはまあパワーと、メンタルの代わりにスタミナがあって、ちょっとパスカット低い代わりにパスがあるとビルドアップできますよっていうタイプの選手ですね。メインスキルの差で見ると個人的にはバレーリン選手推しです。フェリアスマーク、一定時間相手のタックルマーク特大、あ、一定時間ね、自分のタックルマーク特大アップしながら相手フォワード全員のシュート大ダウンなので、これは結構推せるスキルですね。であとはテクニカルタックル持ってますよと。でクリーンファイターまでも同じでフィジカル持ってます。パワースピードチューアップだね。大舞台に強いよりはこっちの方がいいかなっていうところで、個人的にどっちかで比べるのであれば、アルゼンチン染めで使わないのであれば私はバレンリー選手を推したいです。やっぱりタックルが高いっていうところとメインスキルが優秀っていうところ、この2点はバレンリー選手の方がおすすめできる大きな要因かなと思います。まあ、ただね、会話の節々でお伝えしている通り、アルゼンチン染めで使うのであればやはりアルゼンチン国籍の選手を1人増やせるっていうのは大きいので、圧倒的にねジェリー選手がおすすめになってきますと。さあそしたらですね、圧倒的におすすめにはなってくるので、じゃあどんな育成をしていくべきなんだっけっていうところを考えていきましょう。基本的にアルゼンチン染めで使う以上、守備力というか守備面での貢献を求めるっていうのが大前提になってきます。やっぱりね、ギエルサ監督唯一の弱点、かなり強い監督ですが唯一の弱点がフォーメーションコンボ効果でタックルマークの上昇がないところです。パスカットの 85% 強化は激アツですが、タックルマークね、この飛車角落ちなので、まあ、どっちか含めてちゃんと守備したいよねと。特にセンターバックの選手に関してはそこは大きくちゃんと求めなければいけない部分になってきてます。でジェリー選手の先ほどのね、私の説明の中で言っていたタックル能力が4800、まあ、5000ないよっていうところも相まって、ここは1個ね、優秀な S ランクタックルをつけることは必須だと思ってください。特に相手フォワードもしくは相手対象選手のドリブルを下げるタックルっていうものが他のフォーメーションコンボとか他のセンターバックに比べてよりその必要性が高いし大きいです。どうしても1対1抜かれてしまうと、もうねセンターバックなので決定機相手に作られてしまいますから、ここはいいタックルつけてあげましょう。で特にプレディクトマークみたいなメインスキルがマークパスカットの特大アップなので、まあ、ちょっとなんていうのかな、もともとのこの性能のところでタックルを正直あんまり補えてないんですよね。まあ、あくまでも無料の選手なので超絶優秀なタックルつけちゃうのはちょっともったいないかもしれませんが、とはいえタックル SB しかないので、先ほど言ったようなドリブルを下げるタックルがおすすめです。まあ、簡単にいくつか例を挙げると、おすすめめちゃめちゃいいのはデスパレートタックルとかね、対象選手のシュートドリブル下げれるタックルなんで、タックル能力低くても相手のドリブルを下げることで相対的に自分のタックルが上に来るとっていう形で、デスパレートだとか、あとはストラグルだとか、そういったものもおすすめです。ストラグルは相手フォワード選手全員のドリブル特大ダウンなので、まあ、ミッドフィルダーのねドリブル下げることはできないので、そこは1対1ちょっと不利かもしれないですが、まあ、相手のフォワード下げれるんだったらね、センターバックとして優秀でしょうというところ、まず1個目S タックルですね。で2個目、基本的には選択肢2個あると思ってみて、まず1個目がロングパスで、もう1個目が2個目のタックルスキルですね。私だったら2個タックルスキルつけるかな。やっぱね2個欲しいし、まあもともとパス得意でもないので、まあまあ、まあ、パス得意じゃないからこそロングパスつけるのでもねありかもしれませんが、まあいいでしょう。あのギエルサ監督で 85% 強化するんでね、タックルに関しては。でジェリー選手もアルゼンチンなんで、そのパスっていうところに関しては監督でさらに底上げも図れるので、私だったらタックル2個つけるかな。うん、でも多分ねロングパスつけたよって方も絶対いらっしゃると思いますし、結構そっちが一般的かなは思いますので、そういった場合はね相手フォワードのスタミナを下げるロングパスをおすすめします。マジェスティックとかアンバインドとかね、相手フォワードのスタミナ下げれますし、あとはジャーニーとかもかな、そういったものをつけてあげる。もしくは今回ねそのディフェンダーのスタミナ回復も
まあ、アルティフォードのスタミナを減少の次ぐらいには候補入ってくるかなは思いますが、もしアルゼンチン染めを使っていてサネッティ使ってるんだったら、サネッティの不撓不屈の効果でね、サネッティの能力をがっつり上げたいことを考えると、まあ、どっちかっていうとやっぱりフォワードのスタミナ下げる方がいいのかなというところです。ってことでですね、本日は新しくトロフィーで交換できる選手として登場してきたグルタ選手と、ゴールドトロフィーのジェリー選手解説させていただきました。ぜひぜひね、アルゼンチン染め使っていてちょっとガチャでねなかなかいい選手じゃなくてセンターバックまで手回らなかったよって方は SWCC カップですとか、そういったところも活用してね、ゴールドトロフィー手に入れてこの選手を交換していただければと思います。ぜひぜひね、皆様のおすすめの育成等がありましたら、そちらも合わせてコメント欄で教えていただければ幸いです。ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。